グーマルチョキスケパータロー作星名拓夫。これはまだじゃんけんというものがなかった頃のお話です。なんだか嫌なことがあったぐーまる。ぐーっと怒った顔をしてぐー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 歩いているとチョキスケに会いました。やいチョキスケ、なんだぐーまるか。なんだぐーまるかとはなんだ。お前こそ、やいチョキスケとはなんだ。なんだとはなんだ。やいとはなんだ。なんだなんだやいなんだ。ぐーまるとチョキスケはなんだかよくわからないことでいつの間にか喧嘩になってしまいました。よくわからないことで喧嘩になったので、全く話は先に進みません。二人の顔がぐぐーっとチョキーっと近づきました。その時、どこからともなく掛け声が聞こえてきました。じゃんけん、じゃんけん、ポン。あ、ぐーまるはなんだか勝ったような気がしたのでご機嫌な顔をして行ってしまいました。なんだか嫌なことがあったチョキスケ。チョキチョキイライラした顔をしてチョキ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 歩いているとパータローに会いました。おいパータロー。あチョキスケだ。あチョキスケだとはなんだ。だってチョキスケでしょ。だってチョキスケでしょとはなんだ。なんだってなんだ。なんだってなんだとはなんだ。なんだってなんだとはなんだってなんだ。なんだなんだなんだってなんだ。チョキスケとパータローはなんだかよくわからないことをいつまでもいつまでも言い合っていました。なんだかよくわからないことを言い合っているので、全く話が噛み合いません。二人の顔が、チョキーッと、パーッと、近づきました。その時、どこからともなく掛け声が聞こえてきました。じゃんけん、じゃんけん、ポン。あ、あ。チョキスケはなんだか勝ったような気がしたのでご機嫌な顔をして行ってしまいました。なんだか嫌なことがあったパータローでしたが、パーッと口を開けていたら、なんだか嫌なことも、なんだか楽しいことに思えてきて、なんだか笑ってしまいました。なんだか面白いことがあったパータロー。パーッと笑った顔をして、歩いていると、ぐーまると
チョキスケに会いました。二人はなぜかまたイライラ怒った顔をしています。あー、グーマルとチョキスケだ。おいパータロー、やいパータロー。なに、グーマル、チョキスケ。なんでお前はそんなに楽しそうなんだ。なんでお前はそんなに笑っているんだ。なんでだろう。でもなんだかわからないけど楽しくって笑っちゃうんだ。パハハハハハハハ。なんでなんだかわからないのに笑ってられるんだ。そうだそうだ、なんで笑ってられるんだ。じゃあさ、どうしてグーマロとチョキスケはいつも眉毛と眉毛の間にシワを寄せているの？どうしてグーマロとチョキスケはいつもイライラ怒ってばっかりいるの？何？あれ。いつも眉毛と眉毛の間にシワを寄せてイライラ怒ってばっかりいないで、いつも楽しく笑っている方が幸せだよ。ほら、こうやって口を大きくパーッと開けて、パハハハハハハハって言ってごらんよ。その時、どこからともなく掛け声が聞こえてきました。じゃんけん、じゃんけん、ポン。あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。パータローにつられて、グーマルとチョキスケも我慢できずに、グハハハハハハハ、チハハハハハハハ、大きな大きな声で笑ってしまいました。それを見たパータローも嬉しくてまたパハハハハハハハと笑ってしまいました。そして三人はそれからいつでもどこでも笑い合える友達になりました。今日も仲良しのグーマルチョキスケパータローです。おしまい。